愛に関する悩みそして相談を受けていきますが、今日はですね愛知県のわっちゃんさんね、私はこの春高校1年生になりました。今付き合って9ヶ月になる彼氏がいると。この間16歳の誕生日を迎えたんですが、誕生日プレゼントの一つとして彼がキスしようと言ってきました。ですがお互いシャイな私たちの間では考えられなかった言葉に驚いてしまって、その日は結局やめましたと。またの機会にと言われましたが、緊張してしまい上手にできるか心配です。これが私にとってファーストキスになります。大好きなのに踏み切れないこの気持ち、どうしたらいいでしょうか。剛さん教えてください。これはもう自分が一生覚えているキスとして、キスすればいいんじゃないかな。好きやねんやからね。今の彼じゃない人とキスをすることになる人生なのか、違う人と結婚する人生になるのかも分からへんけど、だったとしてもそれは未練とか昔のどうこうとかそんなしょうもないレベルの話ではなくて、ファーストキスっていうなんていうのかなものを覚えてると覚えてないとでは何か違うことがいっぱいあるような気がするよね。だからこの日にキスできなかったっていうのは、それは別にまあネガティブなことでも何でもないから、したいって思える時にしたい場所ですればいいんじゃないかなって僕は思うけどね。それが部屋の中であっても外であっても、天井の下であっても空の下であってもそれは何ら変わりないというか、二人だけのそれこそ世界で、唇と唇を重ね合うっていうことはすごく素晴らしい素敵なことだと思いますから、いいファーストキスをねぜひしてください、もしよかったらまたお便りくれればね、なんかこんな感じでしたとかこんな気持ちになったとか、そういうお便りを聞いていろんなことを思い直す人だったり、思う人たくさんいるような気がするからね、ぜひもし恥ずかしくなかったらまたお便りください。愛に関するメールそして前半で紹介する普通のお便りをお待ちしております。ハガキの方は郵便番号105-8002番文化放送キンキンツどんなもんやまで、メールはkinki@joqr.net でございます。